はい、皆さんこんにちは、ちでございます。年末ですね、もう今日大晦日です。なので、毎年まあね、恒例かな、一応まあ毎年数年やってたと思うんですけど、年末のね、動画の方ちょっとやっていきたいと思います。まあじゃあ何すんのと、いつも何してたのかなって多分振り返ってたと思うんですけどもね。今私が振り返ると言っても、もうこの上げた動画を振り返るぐらいしかないんで、皆さんでもどうでしたか、今年1年ね。私はね、今年は早かったね。今年は多分人生の中で一番1年が早かった気がしますよ。なこと言っちゃうとね、あなた0歳から1歳なんか覚えてないでしょって言われたそうなんですけど、でも今年は早かったですね。めちゃくちゃ早かったです。年々早くなっていってるのは間違いないですね。一番長かったのってやっぱり小学校ぐらいだと思いますね。でもうそうですね、成人してから早くなって25超えるとツインターボになるよって言われてね、本当25超えたらツインターボでしたけど、今30超えて40超えちゃったんで、もうなんだろう、もう車のエンジンどこじゃないのかもわかんないね。きっとこの分で言ったら来年もまたね、あっちゅう間行くんでしょうけどもね。そうですね、どんな一年だったかなと、まあその後にしましょうか。とりあえずね、今まで私の上げていた動画をね、今年から振り返りましょう。ちなみに私ね、今先ほど調べたんですけども、上げてる動画が5600本です。まだ6000本いってなかったんだね。久しぶりにマジマジと調べてみましたら5600本ってなってました。で12月、去年の12月31日年末なんですけど、私これより前に、これが33かな、これより前に大晦日動画やってないかい。あれ、去年大晦日動画やらなかったのかな。あ、やってんね、近況まとめ大晦日ってことです。でそれより後にまたなんかやって、あ、そうか、これはあれだわ、公開順じゃなくてこれ上げた順だからね。これが去年の、これ何、あ、これ前田のマジックブック2だ。懐かしいね。まあそれを置いときまして、さあちょっと戻りましょう。これが今日、ですからね、今年の一発目はファングス88ですね。88のファングスですね。これアップロード、まあ皆さんからも、皆さん自身のものも見れるんですけども、アップロードしない人は中身空っぽになっちゃうんですけどね、アップロードしてる人はこの YouTube スタジオっていうね、この画面で見れるんですけどもね。あ、でも YouTube スタジオに戻るって、あ、そうか、これベータ版を、ごめんなさい、あれだね、昔の YouTube スタジオなんで、これね、スタジオって言っていいのかわかんないですけど、編集管理画面だね、なんでこれで見ていきたいと思います。私今の新しい YouTube スタジオちょっと嫌いなんでね、使い勝手悪いから、古い方で行っていきたいと思います。で、ファングスはまだ今年だったんだね。まあ、62、どこまで行ったのか覚えてないんですけど、で、まあ、ユーロトラックやってますね。で、イースオリジンやってたんですね、この頃。もうイースオリジンかなり長いことをほったらかしなんでね、あと1回やらないといけないんですよ。あともう1人のキャラでやったら、あれなんですけど、ただね、イースオリジンはね、Windows 10で動かすとね、メモリの問題で落ちるんですよ。で、これをね、私、後半にはね、ちゃんと対処してたんですけども、私、その後にね、Windows をリカバリーしてるんですよね。で、その設定全部吹っ飛んじゃってるんで、もう一度しないといけないんですけど、ちゃんと備忘録に閉じてるかどうかが分かんないんですよね。そうしないとバン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 落ちるんで、まあ、それやってから、ただ、もうじきやるつもりです。不定期枠ですけども、それまでにはちゃんとマシンのセットアップしないといけないのかなっていうところで、まあこれもそんなに時間かからないと思うんで、まあ不定期枠で、やっていってがっつりガツンと終わらそうかなっていう考えしてますね。まあでもこの頃、ということは私多分まあもう8、9、10ヶ月ぐらいをイースオリジンほったらかしてるということですね。ごめんなさいね。あとね、そうですね、こういう感じで、デッドスペースやってたわ。これでも今年なんだ。これもね、もう一回やるぞって言ってるんですけどね。2週目というか、まあ実際3週目なんですけどね。一週息子にね、一週次男坊に解いてもらったので、実質3週目で、私の中では2週目なんですけどね。
だからもうこの頃まだヒーさんやってたんですね。まあ、これ長かったですもんね。パート200いくつ行ったんでしたっけ。長かったですもんね。で、あ、そうそう、あの画面の大きさね、これちょっと大きいかもしれないんですけど、今別でやってるこっちね、これとなんだっけ、これなんだったっけ、あ、そうだ、夏芸雑談ね、これと同じ大きさで枠でやってますので、かなりね、もう出せる情報がちっちゃいんですけど、その分字が大きいという感じなので、画面がでかいという感じなので、これでやっていきたいと思いますね。で、ユーロトラックもやってて、あー、ユニカさんだね、イーソーリジンだね、こんな感じでずっとやっていますね。なんかいろいろね、書いてますね。まだファングス終わらない。で、ユーロトラックも長いね。もうな、ユーロトラック2年とかやってるのかもわかんないね。ちょっとごめんなさいね。これどうすんだっけ？いきなり最後に行くのはエンドだね。あー、私キーボードの使い方がね、ちょっとわかってないのか。あ、これか。コントロールエンドで下まで行ったか。あ、行ったね。で、前へ。これ、33ページあるからね、この1年で。ですから多分私ね、33ページ、これ1個が20個入ってるのかな、これ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、あ、多分20個だね。20個が33ページなので、2、3が6、2、3が6、あ、660本ぐらい上げてますね。という計算になりますね、私ね。あー、660本ということは、あー、1日2本は上がってないということか。1日365日じゃないわ。1年365日で考えると、私2本上げてるよね。どうだ、700本ぐらい上げてる計算になるのかな。いや、まあいいや。うん。ちょっとね、計算がうまいこと言ってないかもしれないんですけど、これが、2ページ目ですね。年明けてからの。この時もそんな感じですね。もうどん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 飛ばして、あ、ポリブリッジか。いや、ポリブリッジ。ポリブリッジ、もうそんな経つんだ。もうプリブリッジも今ちょっとほったらかしてますけど。で、まあ、近況まとめもやってましたね。で、どこ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 と。あー、懐かしいなぁ。あ、あー、トール編、ユニカ編終わってみて、あー、そうだ。これ、88のイースも差し込んだんですよね、確かね。ファングスまだ終わらない。そんな感じですね。よいしょ。で、これ31ページ全部やってたら、とんでもなく、時間がかかるのと、かなりめんどくさくなっちゃうね。あ、で、あ、これでもあれだな。ウィザードリーの画面だね。違うかな。で、デッドスペース。で、ポリブリッジ。で、ファングス。まだ続いて。あ、ファイアークリスタル。おお、ファイアークリスタル始まったんだね。この頃に。もうこれは本当にもうあれだね。これは。ってことはファングス終わったんだね、これね。ファングス多分終わってない？終わってないのかな？そうだね。ファイアークリスタルはいろいろあったね。本当に。あ、そうだ、デッドスペースもしばらくほったらかしてたんだ。私怖くなってね。できなくなっちゃったんで。そうでしたね。あー、なるほど。あ、ここに書いてますね。ファイアークリスタル9。ここまでがライブ前の9パーティー。9パーティーというのは、あれだね。ファイアクリスタルの前だから、デーモンズリング、違う、デーモン、あら、あ、忘れました、ごめんなさい。ファイアクリスタルの前ってなんだっけ。お、検索しちゃおう。ファイアクリスタルの前って、あれ、もうほんと年食いたくないね。ファイアクリスタル。フィアークリスタルって言っちゃったね。ファイアクリスタル、あ、ブラックオニキスだ。出てきましたね、ここにね。ブラックオニキスなので、よいしょ。ブラックオニキスのメンバーだったということね。もともとブラックオニキスは、あ、これ何のページだろう。これなんかのカンニングページですね。よいしょ。ブラックオニキスはね、ブラックオニキスのパーティーで、ブラックオニキス、結局ブラックオニキスも解くのも大変だったので、ブラックオニキス途中から改造したんですよね。強化人間にパーティーしちゃって、それで解いて、そのキャラクターを持ってきてたというようなことなんですが、確かね、その、
あれだったと思うんですよ。それそのパーティーでもダメだったと思うんですね。これもうファイアクリスタルね、敵が強いと、そんなんだったと思いますね。でも1から改造した、途中から改造したキャラクターじゃなくて最初から改造済みのキャラクターでやってったと思いますね。あ、そういや、そうだそうだ、三国志のライブ、あの壁紙がこうなりだしたんですよね。そうでしたね。ヒーさんから始まりましたね、このゴールデンコンビね、ゴールデンメンバーでしたね。でこれで前のページが、はい、後ろから上がっていきましょう。ファイアクリスタル、ヒーさんと来て、あ、野球道で近況まとめやったんだね。でデッドスペース、ここら辺はタイトル変わんないですね。プリブリッジ、まあ、この辺のはプリブリッジは私まだ楽しいと思ってた時なんだよね。あ、この時のウィルトクシメーターはまだ私が大金持ちの時だね。あの私がもう吹っ飛ぶ前だわね。こんな感じで来てますね。ほいほい、どんどん行きましょう。これあれだね、1ページ1分で仕掛けても、あの1ページ1分で仕掛けても30分かかるんだね。もうどんどん飛ばしていきましょう。ポリブリッジ、あ、もうここでちょっとつまずき出すんですね、私ね。ユーロトラックというのはポリブリッジやね。あ、スマホの初期化ね、二段階認証で私 Google のアカウントが分鎮化しそうになったんですよね。まあ、分鎮化というか、もうあのさまよう漂流アカウントになりそうななりかけたんで、本当これはやばかったですね。あの皆さんも電話番号変えるとき気をつけましょうね。本当ね、怖かったんで、もうメインアカウントが使えないとなったら私ちょっとやばくなるんでね、仕事にも影響出るんで、ちょっと怖いですね、そういうの考えちゃうとね。で、まだこのぐらいデッドスペース、ファイアクリスタル、ヒーさん、っていうローテーションですね。うん。あ、デッドスペース終わってみてから、デッドスペース終わったんだね。で、ユーロトラックシミュレーター2でデッドスペースの話したんですね。で、この頃、また最近近況まとめもしてませんね。あと、べったら食ったら喋るのもしてませんけど。パンク修理、自転車のパンク修理さんですね、多分ね。アークトダクユーロトラックシミュレーター2、データが飛んじゃったっていうのは、2月だったんだね。そんな前だったんだね、私ね。あ、じゃあその頃にあれだわ。あの、Windows 入れ替えてるんですよ、私。あの、入れ直しね。まあ、あ、そうだ、去年の11月のあの、Windows 10のね、アップデート大失敗で、フォールクリエイターアップデートだっけ、忘れましたけど、ね、10月か9月に公開して、爆弾があっちゃったっていうことで、爆弾というか、大きな不具合があったということで、3日ぐらいで終わったんですよね。それをたまたま私入れちゃったっていうことで、その後、えらいことになっちゃったんでね。もう実況にも影響出ましたからね。マイクが使えなかったのかな、なんかそんなことがあったので、あ、そうだそうだ、あのマイクが確かね、使えなかったかなんかになっちゃって、もうドツボになっちゃったんですよね。あとヒーさんでしょ。よいしょ、はい、次行きましょうか。はい、どしどし行きましょう。ヒーさん、ファイアクリスタルが、あ、で、あ、そうだ、ブラックオニックス手稼ぎしたんですよね。あのファイアクリスタルで、ファイアクリスタルでいい装備をしようと思えば、透明マントだっけ、あれが欲しくて行ったのかな、そんな感じでしたね。取得マロンのキャラの仕込み、なんだろうね、ちょっと覚えてませんね。多分取得っていうのはあの取得のことかな、透明マントのことかな。お、今年ドラクエ7は今年かい、ドラクエ7、今4だったよね、ドラクエ7ね。4?1 あった？あれは覚えてないな、どこ行ったんだろう。じゃあドラクエ7、2月からやってますね。まだ終わってません。まだ終わってませんね。年越しちゃう。ね。ほぼ1年。290ぐらいですもんね。パートがね。あ、これ近況まとめ懐かしいですね。これ88の FH の、サンプルディスクです。ね。で、ドラクエ6やってなかったんだ、今年。6は去年の話だったんだ。そうなんだね。あ、1年あっという間だね、そう思うとね。まあ、この辺全然変わってませんね。これ、ファイアクリスタルって書いてますけど、これ、色ついてる、色メールだから、どう見てもこれあれだね。ファイアクリスタルじゃなくて、
ブラックオニキスだね。ブラックオニキスまた、あれ言ってたんでしょうね。出稼ぎね。そんな感じがしますね。さあ、まだ28ページです。もうすでに時間は15分経ってます。これ後半はしょらないといけないな。よいしょ。で、ブラックハワイアクリスタルですね。で、三国志ヒーさんですね。いろいろあって、イロトラック、ドラッグウェイ、ポリブリッジ。まあ、この辺はもうローテーション決まってますね。そうですね。さあ、どんどん行っちゃいましょう。まだまだ上ある。あ、でもユーロトラックもあれか。もう財産募集から、財産募集というか、吹っ飛んでから、もう10ヶ月ぐらい経つということですね。あ、今、ウルティマの画面が見えましたね。この頃からドラクエをやってたんだね、私は。ほんと。ヒーさんと。何これ。これ、あ、フラッピーの画面かな、これ。あ、フラッピーだ。あら、懐かしいね。で、ファイアークリスタル、ポリブリッジ、色迷路。色迷路だね。ヒーさん、この頃まだ 13? ヒーさんもだいぶここから引っ張るね。で、近況をまとめてウルティマ1回やりましたね。よいしょ。さあ、どんどん飛ばしていかないとね。全部割り切んないわ、これ。よいしょ。で、まだドラッグウェット来て、ユーロトラック、ファイアクリスタル、ヒーさんの順番は、ローテは変わんないですね。大きく変わるのはないですね。ポリブリッジもあって、でそうですね。変わんないですね。さあ、どんどん行きましょうね。どんどん行きましょう。よいしょ。で、ヒーさんで、何か変わったのあるかな。ファイアクリスタル。で、ポリブリッジ。この頃はもうこんなもんなのかな。なんかいろいろ間違えてるんですよね、これね。私。アップロードするのがね、アップロードっていうか、公開する手順をね、間違えたりっていうのはしょっちゅうあるんで、本当申し訳ないですね。で、ユーロトラックでこんなこと書いたりしてるんで、ね、本日のライブは中止しますとかね。まあでもこの頃はまだ、ということはそんなに私1年通してタイトルめちゃくちゃたくさんやってるわけじゃないんだね。あ、で、東博さんが始まってるわ。ヒーさんがここで終わってね。東博さんが始まったのが4月。そんな前かい？そんな前なんだね。よいしょ。で、次行きましょう。はい。いやー、部屋が寒くてね、足がちょっと霜焼け状態になってます。ユーロトラック、ファイアークリスタル、ドラッグ A7。まあ、この辺も変わらないか。この後、変わるのじゃあ三国志ぐらいなのかな。ドラクエまだ終わってないもんね、定期枠は。そうだよね。いいえしゃん。ということは、あとは、三国志がコロコロ変わったのかな？変わったというか、不定期枠ももう、あ、でもそうそう、不定期枠も考えた方がいいかもしれないね。フォールアウト4が17からあるということは、フォールアウト4ほったらかしだったのかな？ひょっとすると。あ、フォールアウト4が入ってますね。この頃から。フォールアウト4もね、ちょっと微妙なんですよね。そういうはベゼスタさんが、もうね、エルダーズスクロールシリーズ5、あ、6か。5、4がオブリビオンで、5がスカイリムですよね。いつ出るんだと言ってるんですけど、だいぶベゼスタさん叩かれてますね。フォールアウト76でしたっけ？あれはなんか大失敗で終わったそうですね。ほんとね、残念な感じですけど。どんどん行きましょう。フォールアウトが加わって、その辺が変わってないですね。ファイアクリスタルまだ続いてますね。あ、ここでファイアクリスタルが終わってますね。あー、そうだ、これファイアクリスタル本当に申し訳ないですね。宝石2つが全く見つかりませんでした。非常に残念でしたけどね。さあ、どんどん行きましょう。はい、よいしょ。で、ドラッグが、7が70ぐらいまで、まだ半分いってないね。4分の1ぐらいか、まだ70だったら。で、東博さんで、で、フォールアウト、あ、ブラスティが始まったんですね、ファイアクリスタルが終わって。あ、そっか、ブラスティはまだ最近だもんね、終わったのね。そんな感じで、不定期枠でブラスティが始まったということですね。
東博さん、総選挙？何の総選挙したんだろう。私、スプレッドシート使って総選挙しましたよね、確かね。この先どうするかだったかな。なんかやりましたね。よいしょ。で、フォールアウトとユーロトラック。ああ、でもユーロトラックも本当長いね。ユーロトラックもそろそろ、もうちょっと、久しぶりにするぐらいにいいのかな。あ、でもユーロトラックはね、密かに、一時ね、ユーロトラックしなかった時に、リクエストいただいたんですよね。ちょっとユーロトラックやってほしいみたいなね。いただいたので、また復活させたような記憶がありますね。で、ブラスティでしょ？あ、ブラスティがまだ一桁か。そんな感じなんですね。ドラクエの数がすごいんですけど。あ、でも、そんなもんかな。いや、私ね、もっといろんなね、タイトルガンガンやってる気がしてたんですけど、やってないですね。もっといろいろ本数というかタイトルのね、いろいろ、もっとド短期な感じのものをやるべきなのかな。どうしても私ね、長くなっちゃうんですよね、これね、ずる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 。ドラクエ7が100超えましたね。本当ね、もうちょっとね、淡白にしたいんですけど、まあ私が編集できないからね、編集できればちょっと違うかもしれないですけども、まあ、箱組動画みたいに端折ってもいいんですけど、端折っちゃうと全然話分かんなくなっちゃうしね、なかなか難しいところなんですけどもね。本当、フォールアウトなんか、まだ、メインクエストは多少進めてましたけど、まだまだ、止まって、ああ、懐かしい。ドラゴンスレイヤーやりましたね。これ私、裏でちょっとチラチラやってるんですけど、ちょっとね、やりたいって言ってましたけど、やれる自信がなくなってきちゃった。もうすぐ死んじゃうんです。で、このゲーム、あれなんですよね。ヒットポイントの回復ってお金がないとできないんですよね。お金とかもう、全部有限なんですよね。もうちょっとね、いろいろやってみて、いけるかなって思えば、行こうかなと思うんですけども。あ、ごめんなさい。ってとこですね。よいしょ。さあ、次は15ページ目ね。はい、あ、なんか BGM 止まった方がいいのかな。BGM 全くないもんね。あとは、そうだね。もうこんな感じかな。ヒーさん、ヒーさん、まだヒーさんだもんね。近況まとめももう88で、ブラスティで、そうだね。もうどん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 行きましょう。ああ、変わんないね、この辺はね。で、ライブはもう、この頃は毎週やってたかもしれないですね。今もう2週間いっぺんぐらいになっちゃってますけど、ちょっとね、ごめんなさい、私の方が、毎週毎週できるような感じではないんで、あ、ラミアだ。まとめね。で、入って、あ、この辺も全然変わらずだね。これページアップで送った方がいいのかな？あ、この方がいいかもしんないね。これページアップで送ってますんで、もう変わんないね、この辺ね。で、エンドで、で、ブラスティでしょ？あ、変わんないね。変わんないですね。はい。ブリブリッジ、あ、ムムムってありましたね、ムムムの回ね。お？これなん、あ、これあれだ。ああ、そうだ、これあれだ。なんだっけ、あれですね。ウィッチャー。ウィッチャーのこれはね、ちなみにこれは2じゃないかな。1じゃないね、2だね、これね。ウィッチャーですね。ウィッチャーは実況はちょっと無理ですね。やってもいいんですけど、もう、ウィッチャーパート200なんか収まらない気がしますね。1、2、3。3はやり込み要素あるんですけど、もう私折れちゃったんで、3はやり込み要素あるんですけどね。やり込み要素あるんですけど、折れちゃったね。操作性が私ちょっとダメでしたかな。で、この時、これで、あ、まだ8月だ。8月ですね。ああ、まだヒーさん続いてますね。で、ドラクエ7がパート150結構来てますね。ああ、でも、
あ、ポリブリッジ、いっときポリブリッジ全然しなくなるんで、よいしょ。さあ、いやー、なんとかもう、畳んで、やっとね、11ページ目に来ました。あ、もう25分経ってるわ。よいしょ。で、ドラクエ、あ、こっから当該さんが始まるんだね。ということで、ヒーさんが終わったんだね。あ、で、まとめてスーパー大戦略。で、まだ、ブラスティは続いてると。ドラクエ2続いてるよね。まだ終わんないからね。で、当該さんで反乱なんですよね。そう。水死の票のシナリオを、やってましたね。で、はい、次。次はね、まだ反乱で、これなんだ？これなんだろう？あ、これあれだ。アークザラットだ。アークザラットも裏でやってるのちょっと止まっちゃったな。解かないといけないね。ドラクエ、ポリブリッジね。ポリブリッジと、ブラスティですね。あ、で、ちょっとベラベラと開始したんですね、これね。これなんだろう。裏に、これ何を。何のポリゴンだろうね、背景にあるのね。これも88関係のやつかな。ちょっとわかんないですが。ああ、やったわ、これ。配信切り忘れてたんだね、これ。2時間撮ってますから。本当、あの時はね、もう申し訳なかったですね。本当、すみませんでした。ねえ、恐ろしいな。いや、もうよそでね、配信切り忘れでっていうのは聞いたことあったんですけど、まさか自分がね、私のノーパスはね、なんか動いてると、蓋閉じてもサスペンドならないみたいなんですよね。ですから、この時は、録画アプリが、そのままずーっと録画してたんで、強制的に切るかなと思ってたんですけどね、私、切るのを忘れて、食事に行っちゃったんですよね。で、食事から帰ってきて、あれ？まだ動いてるっていう、あれ？こいつまだ動いてるなみたいなこと言っちゃったんですよね。そこから見て、開いた時に、チャットが流れたのが見えたんですよね。何人かの方がね、チャットを続けてくれてまして、で、あれ？と思って、そこから血の気が引きましたね。嫌な汗かいちゃいました、本当に。もう、チャットが動いた時にしばらくね、多分数秒だったと思うんですけど、私の中ではもう10秒、20秒ぐらい経ってるような気がしましたけど、何があったんだろうっていうのでね、これをひょっとしてみたいな、まさかっていう感じが、まあ、まさかでしたけどね、本当ね、あの時はツイッターでダイレクトメッセージまでいただいたんですけども、私、スマートフォンをね、このパソコンの横に置いて、スマートフォン持って行かずに食事に行ってたんで、ご飯食べてたんでね、もう本当に恥ずかしいってありゃしないですけど。さあ、この頃もまだ、ちょっとベラベラ、いろいろ、最近ベラベラしないね。なんでだろうね。ドラクエ7がパート200超えました。で、当該さんがまだ続いてますね。で、私、ちょっと九州旅行行ったんだね、これね。九州に行って安く行けましたね。4泊5日でだいたい2万5千円ぐらい。2万5千円かかってないかな。ただ私、個人で焚き火を3000円で買ってったんで、それ足したら2万4千円ぐらいでしたけどね。まあ、なかなか大変な。いまだに友人というと、もうキャンプはコリゴリだって言われますからね。いや、もう、私ももう、そんな4泊5日のキャンプはしませんと。1泊2日、行って2泊3日。っていうような感じ。でも、まあ、きっと忘れてまた行こうぜっていうこと言うんでしょうね、きっとね。さあ、当該さんできて、ドラクエ7はいつも通り。で、ブラスティが28か。この辺も変わらずですね。よいしょ。で、これも当該さん、当該さん来てるね。ページアップ。そうだね。あと、ポリ、そう、近況まとめでも、ポリブリッジを背景に使い出したんですよね。で、アルバトロスのオープニングとエンディングで、その2ということで、リクエストいただいたんですよね。私が以前、過去に挙げてたアルバトロスが途中で切れてるよと。で、聞いてみたら、あら、びっくり、ほんまに途中で切れてたんでね。で、それを再度収録し直したという。
形ですね。あ、これ下げちゃった。当該さん、まだ当該さん言ってるね。もうでも10月ですけど、うん、そうなんだね。うん。いや、でも、タイトル少ないね。うん、これはちょっと考えないといけないね。もっとね、もうね、私ね、エピックゲームズさんからね、かなり無料でゲームをね、ダウンロードさせていただいてるんで、もう、えらいことになってますね、エピックゲームズさんのゲームが。本当もう、すごいなと思いますね。あ、出雲大社も行きましたね。もうあれ、もうあれ、ほぼ2ヶ月前になるんですね、11月の頭でしたから。あ、なかなか遠かったな、あれもね。400キロぐらいありましたね。下道で行って、1泊2日で帰ってきましたね。車中泊というか、そうですね、一応車中泊しましたけど、1時間だけ寝れましたね。朝方にね。でも楽しかったですけどね、体痛かったけど。体は本当ね、なかなかの、あれがありますね。正直体めちゃくちゃ無茶してるんでしょうね、あれね。もう若くないからね。あ、すすんさんが始まってた、今ね。ごめんなさい。あ、すすんさんが始まってますね。なるほど。ん？すすんさんがもう始まったんですね。あ、ここから始まってますね。11月14日。まだ現状続いてますね。よいしょ。で、あ、もう30分超えちゃったね。で、ほいと。で、ドラクエ、もうここドラクエ押しまくりの、すすんさん、ドラクエすすんさんと、あ、そうだ、アルゴが始まったんですね。あれ、アルゴの前、あ、ブラステが終わったんですね。ブラステが終わって、アルゴが始まって、アルゴも今に至りますね。ただね、もうぶっちゃけましょう。アルゴが定期枠に上がります。もう時期にね。ドラクエ7が、今週終わります。もうなんとかなりましたよ。ほんとね。もう、まあタイトルでね、公開された時にタイトルで缶でついてますので、そこで終わったと思っていただければと思いますね。あ、それ出てくるんじゃないのかな。私、取りだめしたやつも今回多分出てくると思います。ちょうどいい機会だと思いますんで、私こんな感じで取りだめしてあげてるとか、取りだめてますよというのを説明でもいいのかもしれないですね。アルゴを流れてって、こんな感じかな。そうですね、アルゴ、あ、ドラクエこれね、これ本当嫌いなとこだった。もうね、結構皆さんも嫌いだというお話いただきましたね。で、すすんさんと。で、次。イエクさん、まだ来ない。来た。で、あ、そうだ。夏芸雑談、ブラスティでやってたものを、もうこちらに移行したんですね。ブラスティの方が終わっちゃったので、画面付きでやり出しましたね。あれはもうしばらくやるすよね、これね。夏芸雑談ね。で、こんな感じですね。すすんさんで。で、ドラクエと。あ、で、ユーロトラックシミュレーター、これがあれですね。クリスマスプレゼントなんで、クリスマスですね。12月19日です。ということですね。で、これ、神さん。腹立たしいってあれはしないね。お、で、来ました。これが最新のページですね。これでね、お見せできるんじゃないのかな。うん。で、すすんさんでやってるでしょ。で、ドラクエと。で、ドラクエ裏でしょ。289でしょ、この段階で。でね、夏芸雑談やりました。アルゴ。で、ここら辺かなかな。あ、ここら辺ですわ。ドラクエが291いってるでしょ。で、あ、そうです。アルゴがもうここで。ドラクエがね、ここで終わってます。これがね、あ、1月1日、明日ですね。今日、こちらやってて、で、この最後に、みんなレベル60いったか、60超えたから、神さん次行きますよって言ってたと思います。で、ここで、ですか、明日ドラクエ7が終了いたしますね。で、アルゴを定期枠に昇格させました。で、アルゴが2日、3日、4日の朝8時からされますね。で、ちなみにこれがね、今日流れた、三国志13になりますね。
ですけど、まだこれ流れてませんけど、これちょっとね、これもスケジューリングで公開しますので、おそらく、今日の23時頃に、この今の動画を上げるつもりですので、おそらくもうこれは、公開された後になると思いますね。で、1日、で、2日、3日と、3日の金曜日まで、先行収録が終わって、スケジューリングで予約しております。こういう感じにしておりますんで、私も。で、うん、あれ？アルゴ4日ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。あ、およよよよよ。ああ、そかそか、すそんさんは3日でいいのか。ごめんなさい。アルゴは4日の土曜日まで、すそんさんは金曜日の、3日の金曜日の18時までという形になってまして、おそらく1月4日はライブするかもしれないですね、というような感じにしております。これがまあこの1年の私の流れ、今大体ぶっ飛ばしてきて660本ぐらいのはずなんですけど、600本ぐらいは今ザクッと流して見てきたんですけども、まあ私もね、もう何年になるんだろう、もう5、6年超えたんじゃないですか。うん、だって6年とかだったら私今5600本出してからね、年間500、年間1000本ぐらい出したことなんで、いや、年間1000本はいかない、いかない。一定700なんで、単純に700で5600割ると、750、あ、8年嘘っていう感じですね、本当に。8年はやってない気がするんですけど。8年前っていうと、ああ、東北大震災の年ですよね。東北大震災の時は、多分やってません。2012年とかかな、やってるとしたら。いやー、なかなか長いことやってんですけどね。いやー、よく続いてきたなと自分でもね思いますけど、どうなんでしょうね。これ編集とかしてて一本に時間かかってたら、私へし折れてたかもわかんないんで、もう撮ったらあげる、撮ったらあげるでやってるからまだ続いたのかもわかんないですね。まあこれもね、もうね、皆さん見ていただいてますので、本当ありがとうございます。ライブでもね、結構楽しくさせていただいてますんで、まあそうですね、また来年も1年もね、よろしくお願いしたいと思います。まあ来年もおそらく、まあおそらくとしか言いませんけど、言えませんけど、続けていくとは思いますので。ただちょっと今回これでずらーっと見るとね、気になったのがタイトルの少なさですね。うん、やっぱり長期間のやつっていうのはあんま良くない気がしてきましたね。ですからもっと回転のいいのにしたいなと。見てる皆さんもそうでしょうし、まあ私もそうでしょうし、さすがにちょっと飽きるよねもっとタイトルっていうか、それもあるし、片付かないよね。私もう山積みですよ皆さんからリクエストいただいてるのがね、リクエストいただいて、これね、ちょっと私の連絡帳なんですけども、溜め込んでるんですよね、これね、結構ね、いただいてるんですよ、こっちね、近況まとめでいただいてるのが。で、ファイナルファンタジー3、ファミコン版、これできてないんで、これちょっとファミコン版はさすがに無理なような気がするんですけど、で、ドラゴンクエスト7の PS 版をこう今やってるでしょ。で、無限の心臓シリーズ、これやりたいんですよね。ただ、これ1はやらないです。1はやらなくて、1やりました、1はね、私やったんですよ。実況に耐えるかどうか、検証しました。無理です。やっぱりね、逃げて経験値が減るのは、ね、厳しいです。まあ、アルゴそうですけど、まあ、アルゴはまだマシかなと。無限の心臓、やっぱりね、無限の心臓2ですね。つい最近知ったんですけど、無限の心臓3があるんですよね。3をね、公開されてる方がいて、ちょっと見てみたんですけど、もう、やっぱり2から3出るのにだいぶ時間がかかってるんで、3はかなり良さげな感じがしますね。ちょっとね、なんとかできるんだったらなんとかしてみたいなと思ってるんですけどね。あとはクリムゾン、これもまだですね。あとザナドゥシリーズですか、これね、何ですか、ドラゴンスレイヤーからね、ドラゴンスレイヤーからやりたいなと思ってたんですが、ドラゴンスレイヤーがね、ことのほかね、ことのほかなんで、こんなに難しいと思わなかった、ドラゴンスレイヤーね。確かね、私もちょっと動画見ながらね、ちょっとやってみたんですけど、やっぱり難しいです。本当ね、あとまあ攻略サイトでもちょっとあるんで、
みたいな、なるほどねと思ったんですけど、やっぱり舐めてましたね。思ったより難しいです。あとファザナドゥね、ファザナドゥはこれファミコン版のザナドゥですよね。ファミコンはちょっと厳しいですね。あとザナドゥネクストっていうのは知らないんです私、これどうなのっていうのがあるんですけどね。であとはね、あ、 AD&D ありましたね。これ88で出てたかな。あとね、あのシムズという、あのシムズもね、EA さんのね、あのこれだいぶ前のリクエストなんですよ。これめちゃくちゃ前にいただいてるリクエストなんでやりたいんですけどね。あとこちらは終わったのか、あ、ファンクス終わりましたね。あの取り消し線引いてるのは全部終わってますんで、あ、宇治政さん戦国五遊伝ね、戦国五遊伝は88だったかな、戦国五遊伝88だったかな、あ、確かそうですね、私戦国五遊伝やった気がしますね。あとルーインとマカカーラでしたっけ。あとね、あとね、あ、まああれ後でいただいてるからいいかな。あと、あ、これね、これすごい私、あの、えって思って、風神演技と西遊記、うん、これもねちょっとね、あとね、そうそうそう、ベスタリアサーガっていうのをね無料で配布されてましたね。これ配布されてるっていうので調べてみました。無料で配布されてますね。これもちょっと興味があります。もうですからこういうのがいっぱい溜まってるんでね、決して忘れてるわけじゃないんですよ。回転が追いつかないんで、今後ちょっと回転を考えながらやろうかな。ただロングスパンのタイトルを並行でやっちゃうのはダメっていうのが私もう 3,4 年前に経験しましたので、一時ね5タイトルを 1,2,3,4,5 タイトル並走でやってたと思うんですけど、もうあの時本当ね、もうほんと苦しかったんですよ。実はさすがにもう無理ってなったので、だから一番いいのは回転が早いのを3タイトルぐらいあれ入れてね、不定期枠入れて、定期枠は2タイトルで、で不定期枠で3タイトル目っていうので短いスパンで回したいなというのが、多分それだったらいい感じなんじゃないのかなと予測してるんですけどね。ちょっとそのためにゲームを選定する必要があるのかないのかってとこですね。あとね、こっちね、そうそう、これサーク、98のソフトっていうソフトだったと、ごめんなさい、記憶してると書いてるんですけど、これ88もあります。私は88でやった記憶があります。ですので、これも、やりたいです。サークやりたいです。これね、サーク、つい最近、これは最近いただいたコメントなんですけど、サークはちょっとね、このコメントいただいて、サーク思い出しました。もうこれ、ぜひやりたいと思ってるんですけどね。ですから、あ、そうだ。これ、イース5のスーパーファミコマのね、ね、こういうのもいただいておりますんで、ただ、今お知らせしたように、もう山積みです。ここに三国志14が入ったらどうしようかという。あ、でもね、三国志14はね、まだまだ、うん、あれ、さっき、1月16日に出ますよね。ですけど、多分私は買わないと思います。そうですね。で、もう三国志13もね、多分この諸侯さんが終わったら、おそらく三国志13のライブは止めるんじゃないでしょうか。か、ひょっとする、あ、ライブじゃない、ごめんなさい、ライブじゃないね。三国志13は止めるんじゃないのかなと。か、ひょっとしたら今私が裏でやってて、裏でやってるチートプレイをやるかもしれないですけども、どうだろう、チートプレイって見る人が見たらすごく不快に感じるような気もするんですよね。もう明らかにチートだからね。ですから、おそらく、やるとすれば、曹操さんをしばらく放流してね。曹操さんがめちゃくちゃ強くして、もう、本当にもう、なんだろう、もう中華統一寸前のような曹操さんにして、で、あれですね、寿命はなしで、もう本当寿命なしでやったらえらいことになるんでね、皆さんもぜひ一度やっていただいたらいいと思うんですけど、もう寿命なしで曹操さんがすごく強いシナリオで、まあ、だから群雄割拠でいいんじゃないでしょうかね。群雄割拠で、ですからあ、そうだ、でも群雄割拠あれなんですよね、寿命なしでやっちゃうと
炎症さんがめっちゃ強くなるんですよね。それもちょっと怖いかもしれないですけど、あ、でも顔料さんと文書さんはイベントでやられたりするんですけどね。まあでもその曹操さんをしばらく放流してめちゃんこ強い状態にして、弱小勢力の中で弱小勢力を作ってやっていくっていうのがいいのかもしれないですね。まあ途中まですんごくもうストレスの連続ですからね。いくら国取ってもそれ以上に国取られちゃうんで、もう曹操さん無敵です、本当ね。もう厄介です、一人。もう曹操さんですから、曹操さんに中継持たすともう厄介です。まあ曹操さんだけじゃないのかな。まあ、中元もこのゲーム中元取ったら間違いなくほぼ間違いなくね、覇者になれるんで、まあそれは実際そうだったんでしょうね。そんな気もしますけど、まあどんなとまあこんな感じでね、来年もいろいろやっていきたいと思いますんで、でまあ先ほども言いましたように、ちょっと回転を上げたいなと、回転の上げたいなというか、私の回転は上がらないんで回転の上がりやすいゲームをねやっていきたいなと。でそうですね、ドラゴンクエスト7が終わりますから、いやーでも今年もうすでにドラゴンクエスト7ほぼやってたんですね。ほぼ1年やったという感じですね。まあ290毎日やってるから365日、あ、50日はやってないのか。ということで11ヶ月か 10.5 ヶ月ぐらいはやってるということなんでしょうね。いやー、まあそう思うと感慨深いものではあるんですけどもね。まあでも神さんはないなーと正直思いましたけどね。あらもちょっとひどいよっていう感じでありましたけど、まあこんな感じですね。皆さんもいかがでしたか。本当にね、冒頭でも言いましたけど、この1年、私はもう仕事は散々でしたね。まあ仕事は散々でしたけど、まあ悪くない1年でしたね。悪くはない1年だったと思いますね。まあ来年どういう年にしようかなと。もう天の川取りに行くのはしばらく、まあ、ないことはないんですけど、まあどちらかというと今冬空に取りに行く方がいいんでしょうけどね。ただそうだね、今度は尾鷲を考えてるんですけどもね。前も言いましたように、もう山で撮るのはやめようかなと。山で撮ると本当にね、めちゃくちゃ怖いので、無人の山で写真撮るってもうむちゃくちゃ怖いので、ですから今度は海にしようかな。まあ海だったら今度下手すると人間が怖いのかもしれないですけどね。山は人間以外の動物が怖いんですけど、海は逆に、魚は怖くないわね。ただ逆にその人が怖いかもしれないっていうのはあるんですけど、まあ、ただもうね、無茶に車を運転しちゃったら体壊れるっていうのが分かったんでね。まあそれは、そんな感じかな。あとはまあそうだね、マイク買おうかな。今使ってるこのマイクも今年買ってるんですけどね。ちょっと奮発しちゃおうかな。ただ私のこのパソコンまだ元なんだね。っていうところもあります。あとそうだ。あとデスストランディングでしたっけ？あれがパソコンで夏ぐらいなんですよね。スティームの予約が来てたと思いますね、確かね。デスストランディングはちょっとね、やってみたいな。私メタルギア好きだからね。いうのもあるんですけど、ってなとこでしょうか。まあ三国志14は多分 PK が出たらね、PK そんなに時間かかんないと思うんですよね。ですので、PK と、あとは密かに三国無双やりたいなとも思ってるんですけど、ねえ、思ってるんですけどもね、久しぶりに新三国無双か。あれがもう、私、3?4? 以来やってないんでね。そうですね。なところでしょうかね。まああとは古いゲーム、てな感じですね。まあそんな感じで、今年1年どうもお疲れ様でございました。また来年もね、よろしくお願いします。まあそんなこんなで、また来年1年続けれるようにね、まあ私もねそういう考えと
あとまあ皆様にも、ご多幸あれと。ご多幸あれっていう言い方おかしいね。ご多幸あってくださいよと。あとまあご自愛くださいも皆さんね。もう我々いい歳ですから、すぐ体がたつきちゃうんでね。というわけで、それじゃあこの辺で、しまったとも思えないですけども、締めときましょう。うん。っていうわけでね、もう変わる、これ50分超えちゃいました。というわけでね、ほんと皆様、良いお年をお迎えくださいませ。それではどうもありがとうございました。あちでした。